はい、設営完了してこれからね、バモ君の釣れないフィッシング始めます。こんなゆったりね、釣れないフィッシング準備できる日ないね。これいいね、プライベート、ビーチじゃないけどっていうところでできると。で、今日はね、最後なんでワームを使っちゃいけないからプラグオンリーでいきます。前回河口湖行った時ポークワームとか買ってきたけど、あれね、すぐ飛んでっちゃうからめんどくさいからやめた。ということでプラグでちょっとね、夕飯の準備するまで、1時間とか2時間とちょっとやってみたいと思います。ああ、いいでしょう。 OK、 よし。パームスのロッドです、これはね。ステラとすごいよね。いい竿だ。よし、行ってみようか。で、ルアーは適当になんかこの2つ持っていけばいいか。これとこれと、あとうちの真ん中くんが買ったこの派手な釣れんのかこれ本当かよみたいなやつね。これを持っていこう。では行こう。キャンピングカーサイトからはね、この最後湖畔エリアは近いです。このトイレだ、その向こう側もキャンピングカーサイトだから。そうなの。これはあれでしょ、普通の人来れないさ、最高エリアだから最高だよねみたいな。あ、ギャグだよね。これ朝やったら気持ちよさ。あっちのなんかすごいね、コーテージ。明日朝5時とかに起きてやりたいんだよ。日の出から OK だから。いや、綺麗だね。まあいい、まあ、しょうがないじゃん。これはプライベート湖畔っていうのかな、ビーチじゃないし。すごい溶岩帯であれだね。あそこもキャンプ場なんじゃないの。ここじゃない、他の。どれどれ、こうやってやってみて。お、いいね。そもそも最古でバッスリしてる人なんて少ないから、普通のとこ行ってやった方がいいかな。釣れる？ん？いや、うん。よし、ルアーチェンジ。アユカラーメガバス。なんかここの糸が不安だな。これは飛ぶぞ。変わんないな。あれ、今釣れてたかな。浅瀬に当たっただろう。やってみるか。あの、なんかアメリカンなね、これね、Thank you for three、 なんだ、ペイント。すげえ、こんなの、まさかこんなクリアウォーターの最高で使うなんて最高じゃない。よし、これ投げるぞ。近いよね。はい、はい、どうぞ。うん、これで違う、こう、こう、ちょっと力抜いて、そう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 。で、これはこう、こう、そう、そう。で、手で指2本でこれをこうやって、ここで。そう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 、それで。うん、よし。さあ、そろそろ時間だな。4時50分。5時の回のお風呂に入るなら、もしダメだな。
単なるお風呂。大きい。全然違う。景色は見えない。アジは海のおじさんところ。さあ、5時5分になったぞ。これいいよね。帰ってきたら、釣りから帰ってきたらそのまま飲めるっていう、これはないね。ちょっと安いビール飲んじゃうけどね、糖質オフ。あ、中に、いいよそれ。うわぁ、うまい。さあ片付けして。待て、どこにあんだ？行こう行こう。なんかでも、ゆったりしてるよね、でもね。多様性があっていいね。こうコテージ、すっごい高級なコテージもあればテントもあって、キャンピングカーサイトもあって、ここまで多様性あって、こうエリアで分かれてるといいんだね。エリアで分かれてた方がいいんだな。うん、そういうことだな。将来キャンプ場をやるかもしれないからな。釣り場これか。これ意外に釣るの難しいってやつでしょ。やってみた。よし。すごい売り切れようじゃんこれみんな持ってきてないんだな、飲み物ね。よし、これがお風呂か。どこに人数を変えたの？中じゃないの？ランドリーもあんのか。おいで、行こう。はい、お風呂入りました。これいいね。ここの通路かな。あそこの通路だから、あそこからも入れるんでしょ。あっちから行く？どっちでもいいよ。みんな思い思いやってますね。いやね、ビールが売ってたんで買いに行く。ん？どれにしよっかな。ヒルス、ヒルス、これならやっぱり黒いやつがいい。これ1個しかない。これを買ってこう。アイス買う？いいよ。アイス食べれるの？レイト。どれ？バニラ。バニラ。ガトーショコラ。最高です。このビール、すげえ冷えてます。ビッツェン買いました。ビッツェン、苦味があるやつ。あとアイスね、子供たち最高。よし、これを飲みながら炭火焼きやろう。いや、賑わってるね。どう、うまい？お、上手。うまい。おいしい。よし。はい、ということでね、消し壺も家でもね、あのバーベキューやってるんで、休みの日はあるんですよ、炭が。これは消し壺あるとめっちゃ楽なんで、火の始末がね。この炭を最初にここに置いて、着火剤使って火つけようかな。でね、備長炭を買ってきたんで。でも着火剤がガソリン臭いんだ。だからね、とっとと使っちゃおうと思ってもこんなにある。で、備長炭、じゃじゃーん、カインズバーベキュー用備長炭。これはね、和歌山の備長炭だったらいいんだけどね。まあ、マレーシア産ですよ。それでいいでしょ。2キロで980円だったかな。安いんだか高いんだか。炭付けの中途半端なライター買うより、こういうの買った方がいいですから、皆さん。もう絶対、これ何でも火つくから。変な話、着火剤いらない。ね、もうね、一瞬でしょ？すごいね、備長炭って色がすごいね。色が。うわぁ、すごいいい色、起きました。ちょっと起こすの苦戦した。じゃあまずはね、生ウインナーからいきましょう。生ウインナーね、ウインナー、生ウインナーうまいんだよね。備長炭で焼く生ウインナー、やばいねこれ。よし、普通ぐらいにしとこう。肉屋さんの焼き鳥なんですよ。でまず鶏皮かな、鶏皮からいこうかな。鶏の皮だよ、美味しいやつだよ。
鶏のお肉。さあこれいきます。これやった、これうまいんだ。いただきます。はい、どうぞ。いくらよ。ありがとうね。はい、いらっしゃいませ。よいしょ。すごい。開かない、開かない。こんなの開けらんないよ、誰も。普通の人じゃ入ってこない。うん、うまい。普通の人じゃ見たくない。うまい。いつもよりうまくない？そうなの。いつもより美味しいの。うまいね。明朝丹だからね。多分。うまい。可愛いな、そんな日は。うん。でもさ、何？食べたかもよ。食べてるものが家と一緒だ。あ、ちょっとだけ冷めてる。でもダメだ。ちょっとだけ熱い。おいしいの。持ってきてるよ。辛いよ。うん、仲良くしてよ。うまっ。うまいじゃんかしら。うん、仲良くしてるの。うん、うん、うん、うまいね。何が？ひじきのおにぎりの一口ちょうだい。一口？うん、あるよな。うらうはい、自宅のね、無農薬放置栽培、無肥料栽培のね、トウモロコシ。大きさちっちゃいんだけど、めっちゃ甘い、これ、砂糖。今ね、ホイル焼きにしたんですよ、炭で。やばいね、これ。見てたってわからないよ。見ててもわかんないね、この甘さはね。うん、ただのトウモロコシ。売ればいいんだよ、売ったら。売るか。売ったら絶対。うまっ。売れる。うまい。そうでしょ。これ一回食べたらやみつきだね。え、これってさ、あれさ、時間が経つとさ、なんか美味しくなくなるの？そう言うよね。これは焼いたトウモロコシ。取りたてだから。あと焼いたパプリカある。皮むいて。はい、スペアリブが焼けました。備長炭で焼くとね、時間かかんだね、備長炭ってね。知らなかったっす。よし、夜のキャンピカ最高散策でございます。美しいね。こっちはどうなってんの。なんかさ、街みたいだね。これがパオか。エアコンとかついてんだね。いいね。こんなの見てんの楽しいね。めっちゃ楽しいじゃん。GoPro 映ってるかな。これめっちゃ楽しいじゃん。うちは明るいわ。うち明るい。うち一番明るいよ。すごいいい雰囲気。すごいいい雰囲気。雰囲気。なんかこのキャンプ場ってさ、消灯時間を無視してお風呂が12時までやってるっていうの最高です。最高。はい、ということでね、このピカ最高ですけど、キャンピングカー。サイトは2つなんですが、その周りはですね、
ちょっと高級なあのキャンピングトレーラーみたいなねやつが、ね、何個かあります。こういう風にで、うちはもうねいつも通りのスタイルなんで、田沢湖だろうと猪苗代だろうと同じなんですけど、こうもう思い思いですよ。みんなで一緒にね何かするってこともないし、ここで肉を焼きながらですね、特にここのね食卓を囲むわけでもなく、あのベッドが人気ね、うん、Dポイントでもらったベッドが人気で、まあそんな感じでですね、楽しくやってます。もうここまで来てくださいね皆さんね。 ここが本当の境地ですから、あれやろうこれやろうってね、意見が一致してるようじゃダメです焼き鳥焼いて焼けたよって言ったら外に出てきて、なんとなくみんなが食べ出して飽きてみんなが遊び出すみたいな、こういう感じがいいんですよまあこればっかりではないんですけどね、うん、だけどこうなんて言うんだろうな、キャンプってね、手間がかかるんで、慣れるまではねすごい大変だと思うんですけど、疲れないキャンプぜひ皆さんにねしてほしいと思います。 iPhone は割れましたみたいなもうちょうど買い替えたい時だったから、まあいいんだけど。焼けてきたね iPhone ね。でも消費じゃなくて生産してるからさ、割れると困るんだよな。これはトウモロコシ。はい、ということで今日はまあこんな感じで終わりにしようか。明日は朝ね早く起きてなんかしようかなと思ってますが、釣りはねちょっと今日やった感じあんま面白くなかったんでやめます。ということで、皆さんもね楽しいキャンプをしてくださいね。もうみんな楽しんでるよ、みんな楽しんでる。ここはコテージもすごく素晴らしいコテージもあるし、お風呂がいいね。やっぱりお風呂がタダっていうのはいいよね。施設の料金に含んでてほしいよね、うん、そうするとなんかこう逆に得した気分になるっていうのもあるんで、ぜひ参考にしていただけたらと思います。500円とか取んないでもうお風呂入ってくださいと。だけど高いです、うん、それで OK だと思いますね、うん、そんな感じでやってもらえるといいのかなと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。メンバーシップもよろしく。イエーイ。慣れてきたねみんなね。この梨めちゃくちゃうまい。よし片付け開始だ。ポータブルエアコンねうちつけて